はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、ビール。生ビールか、これは。これは生ビールなのか、月面画法という、以前リスナーさんから、これうまいよと。コンビニでも売ってるから買ってみって言われて。確か値段が300円ぐらいの高いやつですね。これコンビニで買ったんですけど、300円ぐらい。これはヤッホーブルーイングという、有名な、なんだ、ヨナヨナエールで有名な会社ですね。月の出る夜は、どんな想像したっていい、自分を楽しむエール。ビアスタイルが個性的で、華やかな香りのベルジャンペールエールと書いてあります。長野県軽井沢市の、軽井沢町の、株式会社ヤッホーブルーイング。あ、ヤッホーブルーイングってあれかな？あれ、軽井沢のあれか。軽井沢にあったんだな。俺も一応軽井沢行ったことあるんですけど、自分のね、車でね、行ったんですけど。2月ぐらいに、去年の2月ぐらいに行ったんですけど、ものすごくね、雪が降ってて、夜中0時ぐらいにね、そこ通ったんですけど、すげえ、半端なかった。もうね、常にね、夜中0時ぐらいでもね、あれ活動してんのよ。なんだ。除雪車がね、稼働しててね、ガラガラガラーって言いながらね、通っていきましたけど。原材料がバクガトホップ。アルコール度数 5.5%。本製品は旨味豊かなコクを大切にしています。稀に旨味成分による、褐色の沈殿物が、生じることがありますが、品質には問題ありません。本来の風味を楽しんでいただくため、冷暗所で保管し、早めにご賞味くださいと書いてあります。これは美味しいかな。ペールエールかな。このヤッホーブルーイングは基本的に、エール系で、ペールエールが好きなんで、まあ俺も大好きなんで、俺もね、ペールエール、ね、大好きなんで、特に、ペールエールのうまさに、気づいたのが、あれっすね、バスペールエール。確かイオンとかで売ってるんだけど、あんまり売ってないね。瓶のやつね。バスペールエールっていうイギリスか外国のビールですよね。あれはうまかったよな。久々にあれも飲みたいですね。バスペールエール。じゃあ乾杯。うん。あ、うまいな、これ。あ、うまいな、これ。うん。すごい、ペールエールって大体ほら、柑橘系の香りとかさ、するんだけど。まあ、これもまさに柑橘系の香りが、ものすごくする。で、まあ、結構苦かったりするのがあるんだよね。うん。でもこれはそんなことないですね。苦くはない。全然苦味はほとんどまあないですね。うん。むしろ甘さすら感じるぐらいの、なんか、なんでだな、オレンジとかの、ほんのり、グレープフルーツの甘さを、まあでも、グレープフルーツはちょっと苦いか。これは、香りがものすごく強くて、まあでも苦味はない。
むしろほんのりと甘いぐらいのレベルのビールですね。まあ、重さ、ビールとしてのこの、コクっつうのかな。俺の感覚でいくと、重さとか、になるけど、まあ、普通ぐらいかな。軽くもないし、重くもないけど。まあでも、うまいっすね。ベルジャンペールエール。このビールの香りは他のどんなビールにも似ていない。スパイシーでもあり、柑橘のようでもあり、トロピカルフルーツのようでもある。ベルジャン酵母とアメリカンホップが織りなすユニークな香りと適度なコクとモルト感。温度によって変化する印象がゆったりとした夜を演出する。これ確かにトロピカルフルーツっぽいな。言われてみると、なんかトロピカルな、甘さがなんかトロピカルっぽいもんな。今夜は自分の裏側へ。月にも裏側があるように、誰でも普段は見せない自分だけの世界を持っている。家族にも友人にもあえて言わない一人だけの楽しみ、みんなが寝静まった夜には好きなものを一人でこっそり楽しんでもいいじゃないか。今夜は誰にも邪魔されず、自分だけの世界にどっぷり浸かってみよう。うまいな。ただね、いや、うまいんだけどさ、確かにうまい。それはもう、いや、うまいよ、確かに。ただね、難しいんだけど、ぶっちゃけた話、結構こういうビールってどこでも売ってるんですよね。てかどこにもあるんだよな、こういうビールってな。っていうのも、まあ、最近は本当になんか科学が進歩したのか何なのかは知らないけど、ペールエールがやけに売ってるんだよね。コンビニでもどこでもね。ペールエールがなんか、なんかビール界の、なんか王様みたいにさ、君臨してんのよ。で、多分俺がバカ舌だからっていうのも、まあ、なくもないと思うんだけど、香りがね、ペールエールってもう大体強いんですよ。で、柑橘系の香りとかさ、するし。で、で、コクも別に強くもないし、苦味も強くないしね、IPA みたいなね。みたいに、そんなに、割と普通なんだよね。割と普通なんだよ。で、夜な夜なエールみたいに、コクも強くないわけよ。夜な夜なエールとか、夜な夜なエールはもっとコクと、もっとこれよか苦いんですよ。で、まあ、微妙なんだよね、確かに。でも確かにペールエールなんで、まあうまいんですけど、でもここの会社のビールは大体こんな味する。
絶対に、香りが、柑橘系なんだよ。ここの会社のビールは全部。うん。まあでもやっぱりこの会社で一番うめえって言ったらやっぱり夜な夜なエールになるんだよな。夜な夜なエールはマジでうめえから。これは。バスペールエールよか、うまいぐらいのレベルだからね。下手したらね。バスペールエールも俺大好きなんだけど、ペールエールで、でもやっぱ夜な夜なエールの方がうまいかもね。っていう感じ。夜な夜なエールの方が。バスペールエールもでもうまいんだよな。まあ。今度ね、関係ないんだけどね。パイントグラスっていうのを買おうかなーって今、さっきギネスビール飲んで、思ったんだけど。ちょっとここがさ、ポコってなってるやつ。ここがポコってなってるやつ。ここの一部分だけポコってなってて。こう、ピュー、ポコ、ピューってやつ。で、容量が、パイントグラスっていうのは、容量がでかくて、これが350cc ぐらいの、ギネスの、まあ一般的な、なんだろうね。まあグラス。タンブラーみたいな。なんだけど、そのパイントグラスがでかい。ワンパイントっていうのが、まあ、いわゆる容量なんだけど、イギリスの単位で、560ぐらい。560cc ぐらい。うん、で、アイリッシュパブとか、まあ、俺が前行ったハブバーっていうところとかでも、ワンパイントギネスとか、いわゆる 560ml かぐらいのギネスとかね、2分の1パイントギネスとか、いわゆる量ですよ、ね。で、ギネスビールだと、そこの、大体なんだけど、ワンパイントギネスビールで、ワンパイントグラスで出てくるやつで、大体、値段1000円ぐらいするんだよ。結構高いのよ。で、4分の3とかで600円とかするから、そう考えると、家飲みってすげえなって思うわけですけどね。まあ、どうでもいいんですけど、ね、まあ、グラスを買おうかなと思ってる次第でございます。コク、甘み、これ結構甘いな。ほのかに甘いぐらい。香りはやっぱ強いな。開花っていうと、まあ、でも、うめんだけど、別に普通じゃねって言われれば普通なんだよ。割とペールエールってもうどこでも売ってて、割とメジャー化してるから、これぐらいのレベルだと、まあ、どこでもあるなって。平均的な、ペールエールだなって感じになる。3353です。ご視聴ありがとうございました。